あのラスト30秒まで待ってね。そうなんですね。30秒待ったら行ったら。あとその後手の来たらリードを出す。あ、次で大丈夫です。もう今日これで。本当。こっちでやったら早すぎて大丈夫。あ、大丈夫です。あの顔は大丈夫です。打たれないので、ミットなんで打たれないです。打たれないね。相手が誰かを。打たないと大丈夫です。それもちゃんと頭に入ってますから。なので、あの1ラウンドは動いていいですよって、あの軽くウォーミングアップでいいですよって3ラウンド中、最初言った時に、あ、でもこれ、僕、裏かかれるんだと思って、なので、1ラウンド動いてから3ラウンド休みでもいいですよってつけましたんで、自分の気持ちがいいっていう。じゃあ、このリード、あ、ジャブってこっち、こっちで、僕が行った後の、ここね、あ、こっちで行きます。こっちはい、さっき、今来たんです。これがすごい良かったんですよ。なんで、潤さん、これをすごい狙って待っちゃったんですよ。あ、これをね。はい。うん、なので、これは体重がいいんですけど、基本的にはこれの。ここで。そうです。なので、これ入れると、そうです。僕は止まるんで、止まるんですよ。なんで、そこで動きたかったんですよ。後半の時にです。そう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 、俺、この時間決定、そういうの来たらこうね。そうそうそうです。で、それでバックでもいいです。うん、そうです、そうです、そうです、実際出してみた、はい、そうです、そうです、そこで僕は、はい、今見せてください、はい、こうやろうとするので、ああ、俺に反応するってことです、そうです、反応させて自分は下がる、俺の何回やられてるの分かった、はい、これも入れると後半ペース配分というのが楽になります、はい、まあ、先はじゃあ僕からいきます、これから入れると、はい、はい、伸ばす、そうで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 す、ね、いや、俺やられてる気がした、俺が反応した時にこれ狙われた、はい、ちょっと状態が早いですね、あの打ってから下がろうと、あ、横に行こうと思ってるので打って足が動かないので、うん、上体から行ってるんですよね、なんで最初からやっちゃっていいです、そうです、そうです、そうです、ほんとちょっとでいいです、そうです、そうです、そしたら右まで流れる、あ、繋がっちゃうんですね、そうです、あ、今行ける、そうです、そうです、ワン、ツー、体で来ない、ね、まあ、そうです、まあ、そうそうそう、これこれ、そうすると、そうです、こっちが受けるんで、ワン、ツー、スリー、そうです、こっちが本命なんだ、こっちが本命なんだ、そうです、そうです、そうです、ワン、ツー、外れても返して取れる、そうです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 、イエス、今のだけは、OK です、これ試合でやるよ、はい、はい、ジャブから下がりましょう、そうです、この時はもう前の方がいいです、ここだけでいいので、そうです、そうです、そうです、前でしょ、はい、そうです、そうです、そうです、で、右ストレートまで収めちゃおう、今の体の回転で、ダメでそれを、はい、そうです、そうです、そうです、いけるいける、はい、流れなんです、流れです、ワン、ツー、そうです、小さくてみましょう、トドン、そう、ナイスです、今のってさ、ジャブ打ってからの余計のっていうのが分かったじゃないですか。分かった。